ぴょんと、ぴょんと、きれいに行ってくれましたね。あといるちょっと、3頭はですね、おじいちゃん、おばあちゃんたちなので、ちょっとかわいそうなので、餌ばらまいていこうと思います。今、華麗なジャンプご覧になっていただきましたが、どっちかたち、幅跳びなら、3メートル、高跳びなら 2.5 メートルほど跳べるというふうに言われております。ですので、今、どんな高さ、別に大した高さじゃないと言えるわけですね。でまた私のそばに1頭いてくれてますけども、ジャンプ力もさることながら、ロシカたち、こういった崖を登るのも大変得意な動物たちですね。よいしょ。昨日ソウンキョに泊まりました、もしくは今日泊まりますって方いらっしゃるかもしれませんが、ソウンキョも見事な渓谷の場所です。そんなところにもロシカたち、そんな崖をももろともせずに暮らしているわけですけども、ジャンプ力、そしてこういった、崖登りの能力といった、運動能力、大変優れた動物たちですね。皆さんどうしても動物園に来ると、やれホッキョクマだ、ペンギンだって、遠い国の動物たちばかり気にされますけども、皆さんと一緒に日本、そして北海道に暮らすエドシカという動物たちも、こういった優れた運動能力を持っているわけですね。で、今バラバラ巻いているの一体何なのかと言いますと、ペレットになります。まあ、犬にドッグフードがありますように、草食動物のためのつぶつぶの餌ですね。それに今日はおやつとしてリンゴ、それにジャガイモを少し混ぜてあげています。ちょっとあなたがここにいると檻じゃないな、もう一段上がって、ちょっとよいしょ、はいはい、すいません、よいしょ。で今高さ 2.5 メートルほど飛べるという話をしましたが、お客様の前にありますそちらの黒い柵がですね、高さ 2.8 メートルになっております。ですので理論上そこをエゾシカたちジャンプして逃げ出していくことは不可能というわけですね。ですので